こんにちは、トモリアルエステートの高橋です。本日はパークルージュ赤坂ヒノキ町、40平米以下の3タイプまとめてご紹介していきたいと思います。パークルージュ赤坂ヒノキ町は総戸数111、かなりバリエーションが多いです。25平米から80平米台まで様々な間取りがあるんですけれども、その中で40平米以下の主要な3タイプを順番にご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは25平米、30平米、35平米の3タイプです。では早速中を見てみましょう。どうぞ。はい、こちら30平米のワンルームタイプです。キッチンはガスコンロ2口、はい、キッチンにはミニ冷蔵庫がついてます。ミニ冷蔵庫付き、そしてドラム式の洗濯乾燥機がついてます。こちら洋室約10畳で南西向きのお部屋です。非常に居室の形が良くて、南西向きなので午後このように室内に日差しが入ってくる日当たり良好なお部屋です。南西側は赤坂小学校がありまして、小学校のグラウンドに面しております。この背が高いのは東京ミッドタウン、これがパークコート赤坂ヒノキ町。当社の事務所はここです。この30平米台のお部屋、こちらに奥行きのあるウォークインクローゼット、収納が30平米のお部屋でこれぐらいあるとかなり良いのではないでしょうか。はい、こちら水回りです。洗面台下は空いてます。そしてバスルーム、バスルームは換気扇のみです。浴室乾燥機がついておりません。この30平米台の部屋は追い焚きはついておりません。こちらは25平米台のワンルームタイプです。25平米台のワンルームタイプでキッチンはこのようなミニキッチン、簡易的なミニキッチンです。
そしてこちらに洗濯機置き場。ここはあの扉が動くように可動式の扉がついてます。そしてミニ冷蔵庫ついてませんが、ここに、冷蔵庫置き場があります。あるんですけれども、サイズが結構、幅がですね、かなり狭いので、58センチ、下幅木があるんで57センチまでの冷蔵庫じゃないとここに入りません。そしてバスルームは換気扇のみ、浴室乾燥機はついておりません。そしてバスルーム、この25平米台は3点ユニットバス、バストイレ一緒です。バストイレとこの洗面台も同じです。追い焚きはついておりません。水回りが非常にコンパクトになっております。キッチンもこのように小さいので、25平米なんですけれども、居室は約 8.8 畳あります。水回りがコンパクトで、この居室の部分が広めです。お部屋のサイズ、ワイド2800、3.6、3、このクローゼットの扉開けた状態で、あちらの柱まで3メーター60あります。そしてこちらにクローゼット。クローゼットはコンパクトなタイプで、幅78の奥行き約60センチです。バルコニーと眺望を見てみましょう。こちらの北東向きです。25平米台のワンルーム、こちらは北東向き。北東向きは、まあ、下の方の階だと前にこう雑居ビルがある感じなんですけれども、赤坂小学校の裏側、全面道路に面してないので静かな向きです。はい、こちらは35平米のワンルームタイプです。キッチンの横にドラム式洗濯機置き場があって、こちらの住戸は設備でドラム式洗濯乾燥機がついています。はい、キッチンの下にはミニ冷蔵庫がついています。このように、キッチンと居室の間は扉もついています。
フルオープンにすることができます。はい、そしてこちら35平米でベッドルーム居室が約11畳ございます。間取り図、図面で見ると長細くて使いにくそうに見える間取りなんですけれども、水回りが部屋の片側に集まっていて、約11畳のこの広い居室は意外に家具の配置がしやすくて、使いやすいです。部屋のサイズ測ってみたいと思います。横幅2.59、 2m59 あります。 2m59。 そしてこちらの柱から向こうまで 5.8、 5m80 もあります。天井高2.6、 広々として非常に家具の配置もしやすくて使いやすい間取りだと思います。眺望、こちらは北東向きです。赤坂小学校と反対側の北東向き、低層の階だと前にこのように雑居ビル、いくつかありますが、道路に面してないので静かな向きです。はい、こちらにクローゼットがあるんですけれども、このお部屋のクローゼットあんまり大きくなさそうなんですけど、実は ウォークインクローゼットで奥行きが結構あります。35平米のお部屋でこの大きさのクローゼットはかなりいいんじゃないでしょうか。奥行き1m44、横幅1m48、ほぼ正方形です。 1.4×1.4 の大きなウォークインクローゼットがついてます。はい、こちらにバスルーム、水回りです。洗面台の下は空いてます。で、トイレ、トイレは上部に釣り戸棚があって、奥にバスルーム、バスルームは換気扇のみ、浴室乾燥機はついておりません。追い焚きもついておりません。この部屋はこちら側に窓がついてます。バスルームのサイズ、はい、1m20×1m60、 1216のバスルームです。追い焚き、浴室乾燥機ついてないんですけども、30平米台のお部屋にして1216のサイズなので、大きさは
居室の広さに対してちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、パークルージュ赤坂ヒノキ町40平米以下の3タイプいかがでしたでしょうか。パークルージュ赤坂ヒノキ町から当社店舗まで、徒歩1分です。赤坂の物件のことでしたら、ぜひ赤坂専門のトモリアルエステートへお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。